それでは皆様目をつぶりください。それでは10数えます。それでは10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ショート。はい、皆様どうでしょうか。普段とはまた違う雰囲気になりました。はい、本日ご案内をさせていただきます、鉄道夜景ナビゲーター、楽団電車社員の本田と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日は持ってきたのが後方見えます、見えます。はい、3年目に初めて月が見えました。ようやく後方車両、今真後ろにでっかいお月様、実はですね、今日のお月様は今年小さく見えるお月様と言われております。はい、最小ムーンのお月様です。最大ムーンは、1月にあったそうです、スーパームーン。それでは皆様、今日は、ちょうど満月、昨日は十五夜ということで、まあ、十五夜に近いお月様、十五夜につきましては本来は満月とは限られないそうです。昔はカレンダー上月の暦となっていたのでずれたということで、十五夜に後方車両の一番後ろ、ちょうど後方車両の方は、お月様がきれいに見えてまいります。これはね、私の日頃の行いが悪いんですが、皆様の行いが良いということでお月様が見えてまいりました。はい、続きまして本吉原本吉原です。あっという間の55秒、お月様も一気にね、見えてくるかと思います。進行方向右側にようやくお月様が高度を上げてきてまいりました。ちょうどオレンジ色の輝く光、この季節は一番綺麗に見えると言われております。いよいよ工場群の中に、お月様がちょうど見えてまいります。まもなく本吉原本吉原です。本吉原通りのお客様、前の車両の方でご利用お願いいたします。乗車券は運転手の方でお渡しください。ありますので、歩きながら自然を感じることができます。